はい、閲覧券共同発行さんでございます。はい、東小田がね。さあ、で何が飾ってあるかね。おお、昭和の効果。おお、50円玉大きかった、あんな大きかった。最初時代も効果もあるんかい。これはどうも近年でございますね。近代でございますね。わあ、懐かしいだな。炊飯器、水を入れたいって昔はね。お、飯盒一緒やで、飯盒は形が。で、かまど。おお、いつ頃かね、東大阪市、学校、教科書。昭和40年ってこんなんやったっけ？昭和40年でも本やったけどね。これは違うよね。はい、尋常書が書いてあるから、まあ、もっと前ですわ。これは何だろう、水車かね。水車やね。これいつ頃だ。これはいつだ。これこの機械があるってことは明治か大正かぐらいかね。この辺江戸で書いてあるね。江戸で、江戸時代。おお、やっと出てきました。はい、壺が。まだまだ近代でございますね、これね。近代やね、ここね。これいつぐらいだ、書いてないね。脚房ハイドラートのね、はい、いつの時代か書いてないね。ちょっと古そうやけどね。はい、生駒山の山腹から臓骨器。縄文時代こんな作ってないだろう。飛鳥時代になってからやからな、瓦とかね。これになるとね、これは完全に古墳やね。山形22号墳、うん、これ後で見れますね、これね。前こんなんやった、今横にね、この博物館立ってるからね。こんなんやったよね、前ね。後で見てみようか。とかね、いろいろあるんだけど、古墳時代の遺跡が出てきました。はい、おお、壺がいっぱいありますわ。これどこの壺かね。いつか書いてないね、どこか書いてないね。
建物跡、こんなのできた。随分青銅器とか鉄器があるんでね、だいぶ後やね、農具のね。弥生時代の2200年前やからね、弥生時代ですわ。ここはどこや、この壺は。川島であったの。クジラの骨ですよ、これは。ああ、覚えたらクジラの骨で。クジラの骨、驚く歴史ね。骨とか貝とかね。お、あれなんだ、これは何だろうね。木造品、木製品の何を使うんだろう、これ。木造品、何だろうね。何に使ったんだろう、これ。古墳時代やけどね。水はあれかね、考えかね。考えかもしれない、はい。これは何でございますか、貝塚？それが遺跡に貝塚。こんないっぱい貝が埋まってるのかね。はい。レプリカでございます。これ遺跡やな。古墳はどこないんだな、古墳は。ここにもほら遺跡が、縄文時代のね、これも模型だそうです。ここはもう近代でございます、これね。テレビとかあるんで。昭和時代でございます。テレビ、これ昔はチャンネルがね、くるくる回してましたよ。火箸ね、懐かしいね、火箸ね。おお、かまどか。だいぶ高いんだ、このビル群がね。あったな、あんなやつな。あったあった。これね、昔これ、記憶のこともなったった。はい、昭和の時代やね、これ。この昭和の時代で、ポンプ、手でこぐやつね。これは近代でございますね。はい、近代です。オルガン。こんなも小学校にあったね。あ、懐かしいね、アルバイトの弁当箱。あんなやつです。給食、こんなやつね、給食。
は記憶ないね。あの学校なんかいろんなものだったから、案内なかったな。もっと綺麗かったな。いつぐらいなこれ。まあ昭和やろうけどね。大正昭和やろうけど。おお、旗織り機よ。まあ昭和の時代でもあの外側がね、中間がなかなかね、全然つながってなかったよね。もう懐かしいソロガンがありますよ、これソロガン。五玉やろ。五玉五玉五玉ですわ。五玉は使いにくいで、ね、四玉でやってるからね。ああ。なんか記憶はなんだね。ペッタンとかビエゴマとかね、おもちゃの鉄砲とかね、けん玉とか、あるある、タコだね。そうそう、正月やってたね。ミシン、ミシンあったね。正月の時代みんなミシン食わないからどこでございましたけどね。タライ、これもね、あったんです、正月の時代は。あ、これ懐かしいな。手で回してた、最初の頃な。あれ絞りますね、あれね、これで手で回してね。これなんだ。この電気アイロンも初めてかもしれない。あの炭アイロン、あれ昔見たことあるんだけどね、あんなやつはね。おお、まな板ね、包丁、カツオ削る、あ、これ見たことあるね、こんなやつね。田舎でね、見たことあります。おひつ、いやーすごいね、これは。